はい、財布がですね、NFT の販売を始めてますね。19時から第1回ということなんですけども、どんな形になるんでしょうかどんな NFT なんでしょうかセールスページをちょっと見てみましょう。えっと、画角がちょっと変わりますね。すいません。一旦動画の方を停止して続けます。はい、こちらがですね、財布の NFT 購入ページなんですが、取扱いタイトル、こちらかな カミングスーン、ングスス、スーーフェニックスモンスターちょっと聞き慣れないものばかりですけどもモンスターとフェニックスってこの2つですかねカミングスーンこれなんでしょうかね新しいプロジェクトを順次追加していきますってことなんでうんーちょっと具体的には分かりませんねこれ見ただけではこれからなのかなうんまあいずれにしても NFT っていうからには有名な画家さんとかねアニメーターとかそれから映画とか 音楽ととかこういいったコンテンテツがあればなと思います例えば、まあ、マイケル・ジャクソンの NFT とかがあったらいいなと思いますしウォルト・ディズニーの NFT があったらまあそれはねゃネームバレルで売れそうだなと思いますけども見たたこここととともも聞いたこともないななよよ、ね、う NFT っっててのはねこれはねねれちょっと怖くて購入できませんよ、ね、やっぱりこう NFT っていうのはあの値上がりすることによって2次転売3次転売っていうところが魅力ですからちょっとそれが見えてない間はなかなかね「購入はこちら」って書いてあってもねちょっとクリックしてみましょうか。 何か出てくるかなああ。フェニックスとかモンスターっていうゲームですね。このゲームが流行ればなんですけども、流行りますかね、うん、ちょっと自信がないですね、私はね。<laughs> これのどこが何がいいのかちょっとわかりません。えっ、ー、と、一応ね、フェニックスとモンスターっていうゲームのアプリだと思いますけども、こちらの方のローンチはちょっと私のところには来てないんで。 どういうういいいここととなるのかか今後も見ていこうかと思います財布の NFT は今のところ、うん、ダイレクトに魅力的だと感じるものではないかなと思いますが皆さんいかがでしょうか